トーマスのエピソード紹介。今回は、からかわれたピーター・サムです。からかわれたピーター・サムは1995年にイギリスで放送されたエピソード。ピーター・サムがてんてこまいのお話です。あらすじは、サーハンデルの分まで大忙しのピーター・サム。接続駅でちょっと遅れたため、待っていたヘンリーになじられます。帰りのお客さんを待たないぞ、と強気になるヘンリー。その言葉に動揺して、遅れてはならないとピーター・サムは慌てます。慌てすぎて、売店のある駅で笛を聞き間違えて、売店のおばさんを置いてきぼりに。その後、全速力で接続には間に合いますが、おばさんは怒っていて、ヘンリーがからかっただけよ、とこれまたピーター・サムをなじる、というお話です。接続駅にいるヘンリーが出発する直前に、ゴードンの顔になってしまっています。また、性格も普段よりちょっときつくなっているようです。湖のボートが浮かんでいるシーンでは、頑張れタックスの OJG さんの模型が使われています。おばさんを置いてきぼりにするアイデアは、原作者が実際にタリスリン鉄道で起こした実話が元になっています。ナローゲージの客車がセリフを喋るのは、このエピソードが最後で、現在まで設定がないようです。このお話は原作版の第10巻、4台の小さな機関車を元にしていました。ピーター・サムとおばさんが印象的なエピソード。機会があれば、ぜひ見てくださいね。